京橋会館はかつて広島県広島市南区に存在した集合住宅。中庭がある集合住宅。途中まで完成していた建物を住宅公社が設計変更の上で完成させた。同巡会アパートを参考に建設されたとする一見もあるが間違い。京橋会館は戦後の集合住宅としては戦後すぐの集合住宅に 外区型が採用された少ない例の一つである。京橋会館は1954年11月に広島市南区京橋町に建設された。広島市は1945年の原爆被災により壊滅。財政難の中で復興に向けた都市整備が行われていたが、とりわけ住居不足の問題は深刻であった。状況を改善するため、 広島市と広島県が協議し、県が主体となって集合住宅を供給することとなった。設計は広島県住宅公社が担当した。少ない予算と用地面積、台形の幼畜画という条件下で回数を抑えながらも比較的小さな間取りで多くの住工を用意する必要があったことや、戦後の公営集合住宅の標準仕様が確立する過渡期であったことから、 戦前の同順化アパートが参考とされた。結果的に戦後の集合住宅建築としては珍しく、台形の区画をギリギリまで活用して4方向を10個が囲み、中央部に中庭のある外区型建築で竣工した。専門家は京橋会館の特徴的な重要性からリニューアルを行って引き続き使用するか、表参道ヒルズのような活用策を探るべきであると、 指摘し、また若者の間でもレトロなデザインが支持されて根強い入居希望がある一方で、広島市が耐震性を理由に解体する方針を打ち出して、当時の居住者に退去を求めており、議論は平行線をたどっていた。2011年11月に解体。2012年1月から2013年11月までの予定で、地下1階地上21階の超高層ビルを建築。 2014年2月に竣工、現在はフロンテージ広島21という複合型高層マンションになっている。ありがとうございます。